やっちゃい、どうも、ハゲです。いや、昨日の動画見てくれたかな？で、今日のこの動画をまた見る前にね、昨日の動画を見た方がわかりやすいんで、先にそっちの動画を見てから、この動画を見るようにしてください。でね、昨日の動画は、概要欄の方に貼っとくんで、そちらの方よろしくお願いします。ね、今回のこの企画はね、スピちゃん本戦出場者による、リアタイの上達を目指す、人へのサポートっていう風になってます。でね、これからもっと有益なね、情報、そのことをお伝えしていくので、今のうちにチャンネル登録、通知の設定もね、しとくと、誰よりも早く、僕のことを吸収できるので、しっかりとしておいてください。そして昨日の動画では、考え方が大事だったみたいなね、話を、したと思います。そしてそれを踏まえて、今日の動画では、私が思う大会で勝ち上がれない人の特徴、そしてこの特徴を持ってる人、まあ、このままではどうなってしまうのかっていうのについて解説していきたいなっていうふうに思います。はい、じゃあ早速ね、私が思う、大会で勝ち上がれない人の特徴っていうのを言っていきたいと思います。まず、シンプルに打撃技術がまだまだ。リボン獲得を目指すけど終盤に沼りがち。まあ、いざ大会を迎えるけど緊張して力が発揮できない。猛者と当たると緊張していつも通りの試合ができない。投手交代を渋って投手のタイミングを間違えて負けてしまう。イライラしてしまう。序盤に大量失点をしてしまい、すぐに諦めてしまって雑になってしまう。ランク戦では打てるのに大会ルールだと打てない。以上の今言った特徴に一つでも当てはまる方、危険です。じゃあこの特徴をずっと持ったままいくとどうなってしまうのかっていうと、もう順位向上どころか本来の自分の実力さえしっかりと発揮することができなくなります。じゃあどうやってね、順位を上げていくか、もう答えは簡単。もう僕の動画を見てしっかりと理解して実践する、もうこれだけ。もうなんかちょっと自分で言って恥ずかしいけどね、でも本当にそれだけでいける。なんでかって俺自身がいけてるからね。そして明日以降にね、これらの具体的な問題とか原因とかを解決する方法っていうのを教えていきたいなっていうふうに思います。まあ、前回の動画から引き続き今回のここまで、聞いていただくと、この機に自分のねプレイスタイルっていうのを変えてみるのもありかなって思う人も出てくるかもしれません。ぜひいい機会なんでね、変えてくれたらなっていうふうに思います。スピちゃんまではまだまだ時間があるんでね、この動画をぜひ参考にしてください。ということでね、今日はこの辺で終わりましょう。チャンネル登録、高評価、通知登録、ぜひお願いします。あとね、今日の動画の感想とかもね、コメントをいただけると、私自身のモチベーションにつながるので、ぜひお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。